アイリオブ・ワイト軍は、アメリカ合衆国バージニア州の南東部、ハンプトン・ローズ・ライト試験に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は35,270人であり、2000年の29,728人から18.6%増加した。一世帯あたり収入の中央値は58,840ベードルである。郡庁所在地は、 未編入の町アイルオブ・ワイトであり、同軍で人口最大の町はスミスフィールド町である。アイルオブ・ワイト軍にはスミスフィールドとウィンザーの2つの法人化町がある。当初の軍庁舎は1750年にスミスフィールドで建てられた。その軍庁舎と併設する酒場は現在も残っている。新しい軍庁舎は1800年に軍の中央近くに建設された。 この庁舎と併設する酒場も残っている。新庁舎は毎日使われており、監督委員会の政務室と教育委員会の集会室も使われている。政務室は新しい庁舎がすべて使用されている場合に、実際に民事事件の裁判所と最新の軍庁舎は2010年にオープンし、保安官事務所や軍事務所施設とは通り向かいにある。 1607年にジェームズタウンが設立されてからまも、い17世紀、イングランド人開拓者が、ハンプトンローズに隣接する地域を探検し、入植を始めた。1608年には、ジョン・スミス船長が、ジェームズ川を渡り、インディアンのワロスコヤック族あるいはワラスコヤック族から14カゴのトウモロコシを譲り受けた。このインディアンは、ポーハタン連邦に属する部族であり、 現在スミスフィールドがある地域に3つの町を持っていた。ワラスコク族は1622年と1627年にその集落から追い出された。これは1622年に起きたインディアンによる虐殺の仕返しとしてだった。現在のアイル・オブ・ワイト群で川の南岸に沿ったイギリス人最初のプランテーションが1628年5月のクリストファー・ローによるものをはじめとして、 新京都開拓者によって設立された。新京都のベネット家の一員数人もこの地域に入植した。その中には1635年に隣接するナンスモンドに新京都を導き、後にバージニア植民地の総督になったリチャード・ベネットがいた。1634年、イングランドのバージニア植民地が8つの社屋に分割され、総人口は約5000人だった。 そのうちの一つがインディアンの名称を英語化したバロスコヤックシャイアであり、1637年にアイルオブ・ワイト軍と改名された。この名称はイングランドの南岸沖にある同盟の島から取られた。開拓者の主要人物数人、すなわちリチャード・ベネット、トス・スペイン、クリストファー・ローン、ジェームズ・ピーターソンの家族の故郷がワイト島だったので、 この解明が行われた可能性がある。ただし、インディアンの名称は何度も英語化され、地元住民の間では、ウォーウィックスキークとも呼ばれている。1632年に建設されたセントリュークス、教会は国内唯一のゴシック式教会であり、イギリス人が建てた教会として現存する最古のものである。その重要性を認識され、 アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。1732年、アイル・オブ・ワイト軍北西部のかなりの部分が、ブランズウィック軍に譲渡された。1748年、軍内からサウサンプトン軍が設立された。南北戦争の時、南軍、バージニア第61不評連隊の f 中隊が、軍内で編成され、アイル・オブ・ワイト・アベンジャーズと呼ばれた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は363平方マイルで、あり、このうち陸地316平方マイル、水域は47平方マイルで、水域率は12.93%である。アイル・オブ・ワイト軍の北はジェームズ川、南はブラックウォーター川が境になっている。土地は外資で低く多くの沼地や湿地がある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。